能登半島地震に見られる自然災害や火災から地域の文化財を守るための訓練が久留米市で行われました。訓練は久留米市の草の歴史資料館から出火した想定で行われました。草の歴史資料館は明治43年銀行として建てられ、国の登録文化財に指定されているほか、南北朝や室町時代から伝わる絵や古文書が収蔵されています。火災の発生後は初期消火や避難と並行し、資料館の関係者が展示品を持ち出す手順を確認しました。今月26日は文化財防火デーです。文化財を災害から守る運動が全国的に展開されます。